レイルが新たに手掛けたのは今度はですね、はい、新型ヤリスと、うん、楽しみだな、うん、それからまあスープラの中でも、うん、あの一番価格が安い、うん、SZ、はい、これをベース車にしたチューニングカーに、うん、佐々木選手が乗ってくれました。なるほど、僕もちょっと乗ったんですよね、はい、スープラですよね、はい、はい、うん、なるほどね、はい、新型ヤリス、そうです、楽しみです。はい、実力診断、これ最初はヤリス、ヤリスからですね、なんですね、はい、ヤリスどんな走りするんだろうね、ね、うん、FF ですよね。そうです、 FF の 1.5 リッターの車ですね、うん、まあでもね、6速マニュアルですからね、うん、なるほど、まあ、なんとなくちょっと、本気度ある感じですよね、うんうん、はい、これスイフトと比べると可能性ってどうなんですか。はい、まあスイフトはほらターボ、うん、今はターボなんですけど、一、うん、つ前のその3人って車ありましたよね、うん、だからあれと大体パッケージ的には似てますよね。向こうは 1.6 リッターですけど、うんうん、はい、今回走った時は足回りだけ、そうですね、足回りがかやば、あ、KYB の、うん、試作の車高調が入ってて、うん、で、まあ、タイヤが、052ですね、はい、がついてて、それで、まあ、補強バーがいろいろついてるんですけどね、その補強バーっていうのは、最初からついてる車ってこと。いえ違うんです、これはあのレイルがオリジナル で作って作ったってもん、そうなんです、そうなんです。だから本当はね、なんか全部こう外れてて、うん、その状態のチェックもちょっとしたかったですよね。そうだね、うん、そうだね、はい、はい、でまあ、こういうちょっとね空力パーツも少しついてますもんね、今の現状で、はい、で、あのただですね、うん、これまだね、あの LSD はついてないんです、うん、ついてないってことはビスカスも入ってないってこと、そうですね、オープンですね、普通のオープンなんだ、はい、はい、はい、そうなんです。なので、そういうところはあるんですけど、うんうん、例えばね、木下さんね、うん、もうよくほら FF でデフはまだなんですよみたいな話って、うん、あるよね、うん、あるじゃないですか、ね、デフまだだからタイム出ないんですよみたいなね、とか、うん、ありがちだよね。でも割と足はこうやって先にできてきたりするじゃないですか。そう、まあそのパターンが一般的ですよね、うん、はい、足とタイヤ、デフは、うん、デフとクラッチを最後にするみたいな、はい、そういうその例えば LSD 待ちとか、うん、そういう状況において何を、うんうん、これね、走り方でカバーするんですよね、うん、もうライン取りもそうなんですけど、はい、いかにインガーのタイヤを空転させないようにアクセルコントロールするか、はい、まあ、絶対 LSD つければ速いのは分かってるんですよ、うん、分かってるんだけど、そこで諦めて走りをするんじゃなくて、はい、LSD がないならないなりの走り方、うん、ライン取り、アクセルの踏み方、ステーリングの切り方とかっていうのを、どんどんやってほしいですよね、はい、それをやることによっていざ LSD をつけた時に、うん、LSD の恩恵がどうあるのか、うん、それからその何て言うんですかね、 LSD がもともと入れてしまうと、はい、LSD はついてた方がいいだけのくくりで乗ってしまうのと、うんうんうん、はい、LSD がない状態での良さ、うん、LSD がない良さとデメリット、はい、うん、LSD をつけたことによっての良さとデメリットが分かってくるので、はいはい、LSD の効き方は強ければいいっていう話じゃないんだなってことも分かってくるし、うんうん、LSD の味付けってこういう方法がもしかしたらいいかもしれないなっていう想定もできてくるから、うん、つまりはそのこういう LSD が欲しいなっていうのができてくるってことですね。そう、できてくるから、うん、入れてから余計それが感じると思うんですよ、はい、入れてみたけど、うん、ちょっとノーマルのない時の方がここは良かったから、こういう特性はノーマルの方がいいねとか、はい、そこをちゃんと見極めることができるようになってくると、うん、自分の車のある意味セットアップを完璧なものにできてくるんですよね、うん、だから諦めないってことですよね。走りですね。そう、ついてないからといって、うん、俺はついてないから遅いんだよね、じゃあない、うんうん、やっぱそこをカバーできるような引き出しをどんどん増やしていくっていうことが
重要なんですよ。ほら先月号の紙面で、うん、ちょっと電話でインタビューさせてもらいましたけど、はい、まあおすすめの車は何ですか、うん、って聞いた時にスキルアップのために、うん、でロードスター上げてもらいましたよね、うんうん、でも最初にどんな仕様で乗ればいいんですかって聞いた時に、うん、いやその中に LSD 含まれてませんでしたもんね、はい、それも同じことってこと、ね、同じなんですよ。僕昔経験があって、うん、LSD がついてないから峠は遅いんだと思ってたんですよ、うんうん、峠走ってた時に、うん、で某金さんはい、はい、と走ってた時に、はい、その LSD ついてるんですよね、はい、僕の車はついてないんですよ、はい、でついてないから遅いと思ってたんですよ、うん、実はそうじゃなかったんですよね。ついてないならついてないなりの走らせ方っていうのもあって、やっぱそういう走らせ方を覚えてないと、いざ雨が降った時とか、シチュエーションがタイヤのグリップがない時とかの乗り方っていうのを、引き出しをたくさんつけておくことによって生きてくるんだなっていうのは今実感してるので、やっぱり読者のみんなはないならないなりのいろんな技を蓄積して走ってもらいたいなと思うんですけどね。ないならないなりっていうお話は、うん、例えば、うん、まあ、天候だったり気候だったりっていうのもある。そうなんですよ。例えばレブアタックみたいな、うん、朝一しかタイムが出ないんだよって言った時に、そのデフが主張してしまうことによってタイヤをうまく使えないとか、うん、フロントタイヤだけ使っちゃったよみたいな、そういうことが想定できてくるわけですよね。多分そうなるだろうから、デフは少し甘めの方がレブアタックではいいかもしれない、うん、でも普段走る連続走行で走るときはデフ強めの方がいいかもしれないっていう、そういうその住み分けができてくるんですよね、うん、それはそのまさにだから条件がどうであれ走るっていうのは大切ってことですね。大事大事。特にもうチューニングカーの場合は寒い時期しか走らないでしょ、はいはい、あれはね僕の中ではないんですよね、うん、暑い時だからこそタイヤのダメージがどこに来るのか、うん、タイヤのどの位置に来るのか、フロントが最初に来るのか、リアが最初に来るのか、タイヤの当たりがどこが悪いのかっていうのははっきり出るのが夏場なんですよ、うんうん、ダメなとこはっきり出るので、はい、やっぱりそこは走らせて検証することによって、寒い時期に大きくタイムアップするヒントがたくさん生まれてくるタイミングなので、暑い時に こそ、はい、うん、デメリットが出るので走ってほしいですよね、うん、雨もしかり、そうなんですよ、うん、またねこれ雨の日の走行も、ね、ちゃんとしないと足の良さも出てこない、はい、やっぱり雨の日もちゃんと走れないと、はい、うんうん、ダンパーの性能の良さって出てこないですよね、うんうん、で走った時よかは、ね、まあ、タイヤがちょっと違うんですけど、うん、はい、まあそうですね、まあ、新型のヤリスも、うん、まあ、要は4駆のその何て言うんでしょう、GR4 って言われるやつだけじゃなくて、うん、まあ、これなんかおそらくその僕はてっきりそれしか頭になかったから、ほらワンメイクレース今ビッツであるじゃないですか、 はい、あれのベースとかになる。なるほど、 1.5 のこういう、なるほど、うん、だからちょっとそういう意味での需要もあるので、うん、まあ、それをそのチューニングベースとして、捉えるのもありかなと。なるほどですね、うん、はい、そして、藤岡さんのところ、うん、はい、スープラ SZ、 スープラ SZ、ね、そう、はい、これに乗ったんですね。乗りましたね、はい、僕の時も本場だったかな、うん、ああそうですか、はい、うん、まあ、でもすごく乗りやすくて、ええ、乗り心地も良かったし、はい、なんですかね、うん、まあ、乗り心地がいいんだけど運動性能がいいなっていうのは印象的でしたよね、はい、この時ね、SZ と RZ も両方乗ってるんですよ。あ、そうですか、うん、やっぱりエンジンパワー的には RZ 乗ってしまうと、はい、RZ だなって思ったんだけど、はい、試験員とか2コーナーその真ん中の島のところですよね、はい、ああいう動きは SZ の方が全然いいんですよ、うんうん、だから僕としては SZ おすすめなんですけどね、はい、
まあ藤岡さんにいろいろ聞いてみると、うん、まあエンジンのパワーもコンピューターチューンでまだまだ上げられるし、うん、あそうなんだ、まあ、フィール的にもより細かくいろいろ制御もできるそうなんですけど、うん、まあ、今例えばですねこれ電子制御をSZ は、うん、RZ とかよりも電子制御って少ないと思うんですけど、うん、それでも結構介入する部分はあって、そうだよね、うん、だ RZ は簡単に介入するはずなんですよ、はい、うん、そういう部分で の, そのバランスを取るっていうのも今はそのこのなんていうでしょう、パッケージを考えるときに今はまだ必要だっていうふうにはおっしゃってましたね。あ、そうだね、その電気制御はね、どうにもこうにもね、早くこう、はい、なんていうんですか、完全オフのユニットを開発してくれたら楽しめるんですよね、はい、そうですね、なんかちょっとずっとジレンマがね、そうなんだよね、ありますよね、結局、ハイグリップタイヤを履くしかなくなっちゃうんですよ、はい、結局ハイグリップ、うん、ハイグリップにしていけばしていくほど、はい、トラクションコントロールも働かなくなる、うん、制御が介入しなくなるので、はい、タイムは出るんですよ、うん、でもタイヤに頼りすぎてしまうと面白くないじゃないですか、はい、走ってても、そうですね、うん、いいタイヤ買うしかなくなってしまうんで、はい、そうじゃなくて走る楽しさってやっぱりローグリップのタイヤでも自分が操る領域を作れる車が楽しいので、うん、はい、だからそこの制御をしっかりオフにできるような、うん、うん、アイテムが出てくるとスープラも楽しめると思うんですよ、ね、そうですね、うん、だからなんかこうエンジンコンピューターだけじゃなくて、うん、まあ、要はミッション側のコンピューターだったりいろんなものが影響してるかもしれないし、そうだ ね, ね、これマドルシフトだから、まあ、オートマペースですからね、はい、そこがね、そうですね、うん、むずいね、むずいですよね、シフトダウンできないとか ね, ね、このスピード領域から、そうだね、シフトダウン、はい、動かしても反応しないとかね、はい、ヨーロッパ車はこういうのないんですよ、うん、そこがね、はい、ところでですね、うん、佐々木選手が、まあ、結局そのミドル、つまりはステアリングを切り込んでから、はいはい、うん、ちょアンダーを感じると、うん、そうね、これはやっぱりこれね、いろんな要素があると思うんですよ、うん、まあ、その要素としては、はい、まあ、フロントがすごい柔らかいことによって荷重に負けてアンダーに出てしまう、うん、要するに遠心力に負けてしまう、はい、慣性でアンダーが出る、うん、でリリース、ブレーキをリリースしても、うん、リアに荷重が移ったとしてもまだアンダーは出続けてるみたいな現象と、それからスタビライザーのその位置が悪くて、車高を落としたことによってのスタビライザーの位置が変化してしまって、まあ、内側のタイヤを使えないことによってロールすればするほど内側も浮いてしまってアンダーになりやすいとか、あともう一つは足回りではなくて駆動系でそれを誘発している可能性がある。駆動系ですか？駆動系ですね、はい、LSD の、特徴としては、そのまあ、スポーツ LSD の場合はカム式って言って、うん、はい、左右差が埋まりようとするとそのカムが開いてロック方向に持っていくんですよね、はい、なんでハンドルを切れば切るほど左右差のストリンと内側 の,、はい、タイヤの回転差が生じることによって、うん、力のかかり方が変わることによって、はい、カムがどんどん開いていくんですよ。ロックする方向に、ロックする方向に行くんで、はい、うん、小さいコーナーのようにこう本場のようにハンドルをたくさん切れば切るほどロック方向に行くとプッシュアンダーになるんですよ。だから打角が少ないコーナーではもしかするとアンダーが出にくくて、打角が多いところはすごく極端にアンダーになるはずなんですよね。だそれが、うん、デフによる要素も大きいってことです。うん、それってデフのセッティングでなんとかなるんですか？セッティングでなるんです。はい、なんでその、カム角っていうんですけど、カム角が、優しいものを選択するとか、はいはい、角度が、はい、数字が低い方です、ね、はい、例えば OS とか、はい、クスコさんでいうと、その開く量タイミングをスプリングによって、遅らせる方向にセッティングできるものとかもあるので、うん、はい、そういったところでセッティングするとそのカム角は変わんないんだけど開くタイミングをずらすことによってそれが出ない、うん、アンダーが出ないようにセッティングすることができるから、はい、デフの要素もあるってことなんですよ。
そういうことですね、面白いでしょ、ないですね、足だけじゃないんですよ、あの ね、 駆動系って足回りの味付けを決める、そうだな 60% 以上は決めちゃうんですよ、駆動系で、駆動系でそんな決めちゃうんですよ、決めちゃうんですよ、この車いいねって思うか、この車ちょっとなんか曲がらない、良くない、足良くないよねって思わせるのも駆動系が結構 60% くらい占めるんですよ、昔あの Z に乗ってた時に、この Z リアが跳ねちゃって乗りづらいんですよって、オートバックスの浜松のスイックンの Z の時に悩みを相談を受けて、ちょっと Z34 ですね、33の頃、 Z33 の頃ですか、はい、でちょっと乗ってみてくれって言われて乗ったんですよ、で富士のゲートを出ようと一時停止してビューって出ようとしたらリアゴーンって跳ねるんですよ、あ、これスイックンねデフだよって言って、足じゃなくてデフだよ、でデフはハンドル切って、一時停止からハンドル切って右に曲がろうとした時にハンドルいっぱい切るじゃないですか、カム思いっきり開いてるんですよね、でロック方向に行ってるんですよ、それでデフロックまではいかないんだけど、デフロックに近い状態になってこう蹴ってしまうんですよね、内側と外が、それで車を跳ねる方向に誘発してしまうよっていうことで、そこの領域をちょっと甘くするしたんですよ、そしたらベターって曲がれる、だデフの要素ってね、かなり大きいんですよ。大きいですね。大きいです。本当に車をガラッて変わってしまうので、デフの味付けはタイムも大きく変わるし、タイヤの持ちも変わってくるし、非常に重要なんですよ。そうですね。さっきちらっと、そういう意味ではそのスタビのロッドの話をされたじゃないですか、これ木下さんのアライメントの話でもちょっと出てくる話なんですけど、そういうのも適正なその長さだったりすると、そういうあの一般道的なレベルでも違いっていうのは出てくる、もちろんめちゃめちゃ違いますよ、あの適正な位置にスタビライザーがあると、交差点を曲がるときに、メイン道路に輪立ちがあるとすると、それを右折しようとすると、その輪立ちを超えるときにこう揺れるじゃないですか、適正なスタビの位置にあると全然揺れないんですよ、跳ね返りもないんですよ、あれなんか普通に輪立ち通過できるねみたいな、でもそれが適正な位置じゃなくてただ車高だけ落とした車ってすごい暴れるはずなんですよ、ゆっくり曲がってるのになんでこんなに揺れるのみたいな、あります、あるでしょ、ありますね、あれね治るんですよ、それぐらいスタビライザーって働いてんですよ、みんなね意外にスタビライザーね無視するんだよね、そうですね足って言うんだよね、確かに確かに、そう奥深いですよ、そういうことですか、今後が楽しみな2台、